セルティック FC 所属岩田智樹選手、小林祐希選手、旗手レオ選手、古橋亨梧選手、そして前田大然選手です。中村俊介さんです。ちょっとお伺いしたいんですけど、中村俊介さんと5名の選手の皆さんは面識があるのかな、ちょっとなんか会ったことあるのかな、事前にっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、岩田選手いかがですか、まず。はい、はじめましてです。後ろからすみません。はい、はじめましてです。なるほど、はい、古橋選手は僕もちゃんと初めてなんですけど、試合で何度か対戦させていただいたり、セルティック行く前にちょっと連絡を取らせていただいたりとして、はい、感じ、ちょこちょこと、はい、あとは前田選手、少し共通点もあったりとかする部分もあるとは思うんですけど、前所属チームであったりとかね、いかがですか、前田選手は。前の世は被ってないんで、時期が違うんでね。はい、今日が初めましてです。じゃあ結構中村さん、セルティックという共通点はあるけれども、今日が初めてというメンバーが。はい、そうですね。フリーキックを見てたよ、当時見てたっていう方いらっしゃいますか、旗手選手とか見てたっていう、覚えていらっしゃいますかね。その当時結構多分もう15年前ぐらいですかね、2006年2007シーズンなので、その当時なんかいろんな海外のシュートシーンみたいなのを DVD とか買ってよくそういうのを見てたんですけど、中村俊介さんのそのフリーキックだったりっていうのは、その当時生では見れてないですけど、そのちっちゃい時に記憶はあったんで、はい、見てはいました。古橋選手はいかがですか。もう僕も生では見れてないんですけど、まあ、YouTube だったりいろんなところで見てましたし、まあ、何よりもやっぱりクラブのみんなが俊介さんのフリーキックはすごかったなって、お前知ってるのかってたくさんの人が言ってくれるので、本当にすごいなっていつも思ってます。すいません、気を使って気を使わせてじゃダメです。本当がね。でもそういったクラブにそういったもう昔からのことを知っている人がいて、中村俊介っていうプレイヤーがすごかったんだぞっていうふうに、ね、伝統が受け継がれているのが、まあ、このセルティックというチームでもあるのかなと思いますけれども、で前田選手にお伺いしたいんですけれども、次のシーズンもチャンピオンズリーグに挑むことができるという、まあ、セルティックですが、どうですか、国内リーグと違ってそのチャンピオンズリーグの試合に挑む、そういった時にこうセルティックの選手として気持ち違う部分ってあったりしますか。いや、試合はどこで試合しようが、相手がどこであろうが、はい、気持ちは変わらないので、変わらない、まあ、ただ大きな舞台っていうのは間違いないので、まあ、そこでしっかり結果を残したいなっていうのを思います。まあ、そのチャンピオンズリーグといえば、まあ、中村俊介さんがセルティック時代にマンチェスター・ユナイテッドを相手にフリーキックで2回ゴールをしたというのは覚えてる方も結構ねいらっしゃると思うんですよ。今でもこう各メディアで本当たくさん取り上げられますけれども、中村さん、今でもご自身でも覚えてらっしゃいますか、その2ゴール。いや、覚えてますよ。なんか、まあ、どんな感覚だったとかっていうのありますか。まあ、フリーキックもたくさん決められている中で、いやでもやっぱそうやってチャンピオンズリーグレベルになると、うん、やっぱり今思えばやってキックだけしかアピールできなかったんで、それは取り上げてもらえるのは嬉しいんですけど、僕個人からするとそれ以外何もできなかった印象がまたこう思い出させるので、もっと個人でやっぱりレベルを上げなければいけなかったなっていう思いと、あとはここにいる皆さんがやっぱ活躍してくることでまた自分を振り返させてもらえる機会がいっぱいあるので、はい、ありがたいなと思います。今スタッフの方で書きやすく引っ張りますので、それぞれお書きいただけると嬉しいです。まずは前田選手から。はい、ちょっと皆さんにもねこのサインしていただいているシーンっていうのを見ながら、はい、続いて旗手選手にお願いできればと思います。ありがとうございます。ちょっとこの、少し6名分あるんでね、それぞれ皆さん好きなところに書いていただければと思います。小林選手、古橋選手、はい、
書いていただいて、その次に岩田選手で、最後に中村俊輔さんにもサインを入れていただきます。あの書いてくださいということなんで書いてほしいということなんで、この、はい、で岩田選手お願いできますでしょうか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。古橋選手と岩田選手は伝統的な緑と白のストライプが美しいホームユニフォームです。前田選手と小林選手はホームと対照的にシャープなブラックに染まったアウェイユニフォームを着ています。そして旗手選手が身にまとっているのは、ファンの前では初めて選手が着用するということになっているというサードユニフォームなんですね。はいはい本当は僕もチャンピオンズリーグのフリーキックを聞きたいなと思ったんですけど、今聞いていただいたんで、まあ、こうやっぱ僕たちのリーグでもダービーはすごく、レンジャーズのダービーは熱いと思うんですけど、昔も本当に熱かったと思うんですが、こうやっぱり、まあ、雰囲気だったり、まあ、こう試合に持っていかだっていうのは、まあ、どんな感じだったのか、多分同じだと思うんですけど、昔と今と同じですね。ですよね。だと思うんですけど、でもなんか、はい、レンジャーズ戦でアシストとかしてもあんまり評価されてなくて、3年目ぐらいでやっとミドルシュート決めてからまた対応が変わったんで、はい、やっぱ点決めたりしない結果、何回勝ってもよりも点決めてからまたさらに評価してもらえたんで、やっぱレンジャーズ戦ってこんなに全然違うもんだなっていうのは感じましたね、はい、でももう何回も決めたでしょ。何点決めましたレンジャーズ戦は。今年5。わもう違うわけですよね。全然違う見られ方が、はい、このファンの方々からの素晴らしいと思いますやっぱり、はい、難しい、一番ファンの方がもう盛り上がるっていうか、はい、ホームでもアウェーでもそうなんで、特にアウェーで勝つとね、まあ、何でもそうですけど、はい、うん、間違いなく来シーズンもよろしくお願いいたします。頑張れ。前田選手に質問です。小学3年生かな、新井武君。僕もサッカーでフォワードをやっています。どうしたら前田選手みたいに速く走れますか。僕は前田選手が大好きです。頑張ってください。速く走るにはどうしたらいいかということなんですけど。そうですね、まあ、僕は山登りとかしてたんで、山登ってください。山登ってそうですね、走ったら速くなるんじゃないかなって。たけるくん山登って、まあ、好きな割には僕のユニフォーム着てくれてないんで、ちょっと明日プレゼントしようかな。あ、余ってたらで、はい、明日余ってないか、余らせてもらいましょうね、ユニフォームね。で山登ろうね、それで来てね、ぜひ、はい、はい、明日。脚力が何よりもやっぱり、まあ、僕はそこで勝負してるんで、そこが僕は大事かなというふうに思ってます。昔からも早かったんですか、やっぱり。生まれつき、まあ、生まれてくるのも早かったって言われてるんで。お、なるほど、はい、何事も早かったっていう、ここ笑うところなんですけど全然笑ってくれない。いや、もう大爆笑ですよ。いやいや、ありがとうございます。タケルも OK？